これは荒れる要素が3つあるな。まず攻め手、そしてモーター、そしてここは徳山。頭は本命でも穴でもこれはいいかもしれない。第5戦目は当てに行く。さあ2月の満州チャレンジ、今回ですね5戦目になります。今日はですねインツヨのこちら徳山の2レースをやっていきたいと思います。はい、こちらのレースを選んだのは乗るか反るかというところがはっきり分かりやすいので、こちらのレースを選んでみました。はい、メンバーはですね、今上部に出ているんですけれども、注目はですね、皆さん知ってると思うんですけども、3号艇の星英二選手ですね。僕も以前動画でこちら、はい、3コース、4コース特化型という形でね、星選手、上げました。本当にもう超マクリアな感じの選手ですね。はい。前回の動画ではね、進入が乱れてね、ちょっと外回りになっちゃったというね、ちょっと不甲斐ない、動画になっちゃったんですけれども、ここ3コース、徳山なんで。でね、これじゃあもう星からじゃんっていう話なんですけれども、ここですね、インコースの平田選手も、イン逃げ率は高いです。79.1%。はい。で、いろいろな要素が重なってます。はい。どういうことかというと、平田選手はですね、6ヶ月間3コースにまくられたり刺されたりして、3コースには負けたことがないということ。はい。これが一つ。で、もう一つは、星選手が、この中ではモーター的には弱い、しかも伸びなんですよね。なんで先攻めはできると思うんですけど、3個目の特徴の徳山という水面特徴あります。1レース目見たんですけども、付け前がちょっと今日決まらないパターンで、打ち差しも入らないかもというパターンがあるので、そこがどう出るかという形ですね。なのでまくりきるのか失敗するのかという目で、買いやすいかなというところで選んでみました。はい。ということで、この後ですね、予想していきましょう。はい、それでは予想していきましょう。はい、今回5節目、ですね、もう4連敗しております。しかもね、イン逃げレースをほぼ選んでいるというね、もう最悪な結果になっております。はい。ここもですね、イン逃げもあるかなっていう感じはあるんですけれども、ちょっとね、かけ方をね、皆さんのご意見いただいて、変えます。はい。というのは、月末までやると決めたんで、そこまでに、正直ね、的中率 80% は、今から 100% 当てなきゃいけないんで、ちょっと謎ですが、回収率 150% は目指したいと思います。はい。ですね、ここですね、星選手がまくるかまくらないか。まくれない要素もあるので、そちらは、モーターが出てないというところ。星選手は半年間ですね、29.4% の、1着率で 70% なんですよね、3コースの3連帯率が。でもね、これ、1着か2着少々、着外という、もう本当に偏ってるんですよね。っていうのは、やっぱまくりに行くという目。今回このレースを選んだのも、まくり差しの目で売れてる。基本的にはまくり差しといえば1が残るタイプ。なので、1、3の次はですね、3、1で売れてるんですよね。1残るだろうという感じなんですけれども、まくり切ったら、これもう残らないと僕は見ているんですよね。そういうオッズが3、1で売れてるっていうところが、いや、そこはないんじゃないか、外の方が来るんじゃないか、2着で。っていうところで、このレースを選んでみました。ということで、僕、買い目、こんな感じにしてみました。今回の外し番号なんですけども、5と6にしました。5の楠原選手、5コースから 0%、3連帯も 16%。僕、これ3がまくりに行くか、4がまくりに行くかという展開でもあるんですけども、徳山という特性もあるので、今日打ち差し入らないなというふうに思っております。なので、届かないという形。6コースのです。元岡選手に関しては、2014年から6コースから1着ないという形なんで、切りました。はい。なので、増資分ができました。1200円をね、別のところに当てれることができきます。ということで、本命がですね、3まくりの3234。1手頭決めて、2着に2手、3着に3手というひふみフォーメーションでいきたいと思います。3まくり、あとですね、4頭。これはですね、3がまくりに行った時の失敗した差しですね。か、まあそのまま直まくりでもという目。そして波乱はですね、打ち差し。21、23という形で、これは全通り買ってみました。小波乱として、星選手はまくり屋。なので、弾かれた場合は今日ちょっと付け前決まらないなと思っているので、打ち差しの手がズボズボっと入ってくるというところ。まあ一応抑えで3の3着付け買ってるんですけれども、星選手が入らなければオッズがかなり高配当です。そして今回は増資という部分でですね、こちら、34の目と35の目買ってみました。僕は満周チャレンジをやる場合、前日前場のレース構成を大体見て、その中から選ぶポイントとしては2個あるんですけども、1個は、この選手凹むよな、この選手外せるよな、という選手がいるレースが1つ。で、もう1つは、コース別で特化している選手がそのレースにいるという形ですね。はい。まあ4コースだったら星選手、まあ5コースだったら誰々、みたいな感じで、ピックアップしてやっております。はい。もう無作為に最近はもう全然やらなくなりました。で、今回はこの3コース、4コースのまくり特化型の星選手がいたからこのレースを選んで、まあ徳山でもあるんですけども、逆に星選手が負けるパターンも徳山だからあるというところを狙ってレースを選んでみました。今ご覧の通り314でかなり売れております。はい、これ多分まくり雑誌の目だと思うので、そういったオッズの時は狙い時かなと思っております。まああとはね、平田選手のイン逃げ率がね、80% 近くありますので、まあインの方も来てくれると嬉しいかなと思っております。ここでなんとか1回当てたいと思っております。それでは、行ってみましょう。さあ、レースが始まります。まあ一応ピットから見ます。まあここは、まあ前付けはないと思うんですけれども、まあ一波乱あるかなと思っておりますけれどもね、まあ徳山という陰強の水面。はい。まあでも徳山はですね、陰が強いから、逆にその反面、やっぱり満州が出た時はでかいというね。ところのね、両面を持ってます。はい。まあ、ある時はあるというところで狙いたいと思いますね。まあ、特化型の選手ですしね、SG 乗ってますし、平田選手はそんな、まあ、SG とかっていうよりは、っていう選手なので、まあ、そこの差はかなりあるとは思っておりますのでね。まあ、あと難しいのは5と6が紐で来るかどうかっていうのがね、まあ、ほぼ紐では外しているので、特に6の、はい、もう特化選手に関してはもう全然外してますので、ということで、まあ、平田選手、まず最初言いますけれども、1着率 79.1%、はい、で、3連単率が 95% あるんですよね。はい、もうほぼ負けてないという、まあ、犬が強いというね、スタートもきっちり切ってました。まあ、あとはキーポイントはね、星選手もそうなんですけど、2コースの谷本選手、展示ね、どか遅れしてたんでね、もうほぼ満州でした。まあね、格的にはそんなに上ではないので、ただモーターが出ているというところで、まあ、スタート、もう本当一直線だったら、まあ、星選手はね、強引にまくりに行った場合は飛んじゃうのかなと。あとは2マーク勝負。今日はもう風がないので、まあ、この水面だったら、あ、これ星遅れたんじゃん、これ。これ星遅れたかもしんない。あ、でも追いついてきてる。伸びもついてるな。一直線ですね。これ2の方が出てるぞ。これ3がまくりに行けば、5個。あー、やばい。これは本命どころになっちゃう。あ、これもう無理だな。これ本命ですね。123はもう本命でした。で、これ5、まあ無理だろうな。無理ですね、これは。はい。ちょっと僕、オッズを見ていないので、いや、無理だな。絶対無理だよな。これもう抜かせないよな。5だったら結構つくんですけど、まあそんなことないですよ。もう無理。絶対無理。絶対抜かせない。100% 抜かせない。お、あるかも。おっしゃ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 、来た。これはでかい。いいよ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 。これね、結構つくんですよ。あ、21になる。いや、モーターが出てないんですかね。ワンチャン、もうまくりとかそんなんじゃなくて、モーターが出てないところが出てくれて、いやー、これでも厳しい。外振った方がいい。草原選手、外振った方がいいんじゃないですか。余計なこと言い過ぎ。まあ、波乱というところ、まあ、波乱ではないんですけどね。まあ、その、まあ、幕でないよっていうところで、まあ、星選手外したんですけど、怖え。いや、でも押してないですね。はい。これ、今節の星選手、まあ、伸びですかね。どっちなんでしょう。まあ、伸びだと思いますけどね。はい。30倍つきました。いや、やばい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 。ちょっと草原選手、何してんの。危ない。はい、ということで125見事当たりました。やっと当たった。まあいい逃げですけどね。はい、3000つきました。はい、星選手が入ってこなかった、まあ、モーターが出てないというところが、出てくれてよかったと思います。はい、ということで、9090円、まあ小当たりなんですけれども、まあ利益を出すことができてよかったです。はい、5000ミリしてやっと的中、しかもイン逃げ。まあ僕にはちょっと何とも言えないですけれども、波乱というか、まあ抑えに近いようなところが来てくれたというところでよかったです。ということで、まあなんとか回収率を 150% 目指してやっていきたいと思いますので、次回もお楽しみください。それではシガでした。